誰だ、墓守投手。ほう、あ、ちょっと取り巻きがたくさんいる。ちょっと取り巻きが、取り巻きが反応してないぞ。いいのかお前、暗いな。昼目は少しは、意外と見づらい。うい、暗いな。おる、さあ強烈な刺激をお見舞いしてる。ひれ伏せ、あいた。俺がひれ伏したよ。ひれ伏しだ。うる、意外と細いっすね。ひれ伏せ、オッケー、砕けた。あ、特攻野郎たちの位牌、誰だ、うるつぼ、あ、シルリアみたいなやついる。ちょっと待って、ね、多分ね、槍のやつがすごい機動力あるから、こっちでも先倒しちゃう。あ、痛い、ひるませるぜ。うい、ここどうなってんだ。頑張れツボ、なんか投げてんねあいつ。あ、ちょっとこれはまずいっすよ。さあ一体覚醒した。あ、炎上のツボ投げてら、ほら、うん、そんな技やってきたっけ。やばい、すごい狩られちゃう。こいつの戦い方忘れてしまった。ほい、暗いな、なんでだよ。ゴリ寄せパワー、くそ、ほら、オッケー、さあ頑張れツボ、ツボ頑張れ。あ、俺じゃないって、相変わらずリーチ長いな。それ、暗いな。あ、長い、ツボ投げろ。なんかいろんなの投げてるね。いいぞ、うい、さあこれでとどめていこうか。あばよ、あ、外した、嘘、この至近距離で。なんかいろんなの投げてますね。あざす、ナイスアシスト、ツボ男。オルビスの体験、ルツボのセットですね。壺男よ、地の司祭。あ、ちょっと待って、ちょ、あ、出血剣じゃねえか、暗いな。よーし、あとお前だけだ、投げろ投げろ。なんだこいつ、見たことねえ、なんだその三角頭。あ、地の技をやってくる、痛い、出血しちゃう。あ、バックスタブ有効ですね。すごい投げるじゃん。終わり、あばよ、ナイスアシスト、ツボくん。さあボス戦ですね、シリュウ、オルサクス、勝負。絡みっこみてえだなこいつ。さあ6本は胴体と頭、攻撃は、ほら、あ、いいっすね、ダメージ。ただ安定しない、うん、ダウンしてくれ。見えない、ダウンしろ。そういえばこいつの炎の技みたいなやつを持ってんだよね。あー、チカチカする、ダウンしてくれ。全然ダウンしないじゃんこいつ、やば、
ダウンしないまん、もしかして。そんなことある？うん。そういう攻撃ね。見えない見えない見えないよ。あ、ブレス、ブレス良くないよ。よくかわしたな。頭狙うのはちょっと現実的ではない。タイミングが分かんない。なんか避けた。当たり判定ガバガバか。さあ突っ込んでって胴体に殴り込むと、おとなしく殴ってる方がいいな。見えないよ。うん、後ろが安全そうだね。まあ、こんな時のクルビですよ。全弾ヒッツ。意外とこのこの雷当たるんじゃないか。ひゃひゃ、当たらない。意外と当たらない。行くぜ、光竜の雷撃。ピカーン、食らうね。雷 VS 雷。いや、炎出してきやがった。なんてやつだ、ルール違反だぜ。行くぜ、光竜の雷撃でとどめを刺す。食らえ。どっちの雷かもはやわからねえ。勝利、あざす。紫竜の追憶。あ、嘘、やばい、やっちまったぜ。はぐれ打つしみ。うっ、やばい、自分だこれは。暗いな。うらうら、おいおいおい、片手装備じゃそれは取り扱えないんだぜ。いや、クルビア厄介だね。暗いな。ほら、もう一丁。ここは赤獅子の炎。ういよ、いしょ。さあ、これでとどめだぜ。終わり。まさかまた自分と戦うことになるとは。黒煙僧兵アーモン